どうもシュズノです。まあシルクモトキザコ。今日の動画はちくわくんが主役でございます。じゃあちくわくんご挨拶の方お願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、なんか言ったとか言いましたね。まあでもちくわが何を思ってるかどうかなんてわからないじゃないですか。そうだね。まあ普段の俺が接するには表情見たりとか泣いてたりとかするときによくこう確認すること。そうそうそう、なんかコミュニケーションは取れるけどね。そうだね。ただまあ言葉は喋らん。犬の気持ち変えてる人も犬じゃねえから。はい、ということでね、ちくわくんと今日は動画撮っていくんですけど、もしちくわが人間の言葉を話したらコミュニケーションすごい楽しくなるんじゃないかなと。おお、喋りたいね。そうそうそう。でもまあ彼はワンちゃんなんでそれは恥ずかしいとなかなか。でもそんな人間と犬もう何年もこう関係を築かれてるわけじゃないですか。そうね。ね、ちくわ。通じてんのかな。はい。まあ彼が今何したいのか、まあなんとなくわかるかと思いますけど、言葉ではさないじゃないですか。そうです。まあね。なんでこの人間と犬のコミュニケーションをより近づけるグッズを今日持ってまいりました。おお、すごいね。素晴らしい。ドラえもんみたいだね。けど最新のものではないです。こちらを持ってまいりました。バウリンガル。おお、聞いたことあった。懐かしいね。一時期流行ったな。でしょ？こちらバウリンガルっていう。犬の気持ちを翻訳するグッズでございます。人間語に訳してくれるのね。そう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 。去年ぐらいかな、私懐かしのおもちゃ屋に行ったら、もともと1万5,000円だったやつが3,900円だった。なんでだよ。なんで ?4,000円オフ。なんで今日は犬の気持ちを翻訳できるバウリンガルで、ちくわちゃんの質問コーナーをやりたいと思います。めっちゃいいや。まあ聞きたことは山ほどあるな。でしょ？なんか日頃こうやってさ、まあ足舐めてるけどさ、なんで舐めてるのとか聞きたくなるわけじゃないですか。あれ、鳴き声でわかるんだね。そう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 。なんかいろいろね、ボイス翻訳モード、仕草翻訳モードとか。へえ。バウリンガルってものはどういうものなのか気になってる方もいると思うんで、ちょっとじゃあ早速やっていこうと思います。はい。はい、こちら。うわー！あ、でもほら新品だよ。はがきあるよ。ほら。平成15年9月までだってこのね。すげえ。一緒の期間？もう無理だわ。この2つが中に入ってました。こっち電池入れてみます。あ、なんか起動した。あ、バウリンガルって見て、日時の設定2002円。うわ俺何した覚えてる？ 18 年前だからそんなに記憶ないよ。ない18年前。できる機能がボイス翻訳。ちくわさ、あんま泣かないよ。そうなんだよね。そうそう、人が出てったりとかするととか言うけど、それ以外マジで長い。そうね。じゃあちょっと仕草翻訳中心なのかな。そうだね。こちら仕草翻訳モードを押すと耳とか口とかで4択の選択肢が出てきました。4択。はい。1、唇がめくれ上がり歯が見えている。2、舌がピクピクしている。3、あくびをする。4、手などに歯を当てていない。歯を当てていないだから4かな。うん。押してみます。わ、結果が出た。なんだって18年前って感じだね。相手に対してこういう敵だと示しています。仲良くしてあげましょう。尻尾とかやってみる。尻尾を持ち上げて立てている。尻尾を後ろ足の間で挟んでいる。尻尾を持ち上げて左右に振っている。尻尾をリラックスさせている。それリラックスしてるからね。じゃあこれですね。はい、押します。結果出ました。みんなどう思う？ちくわが尻尾を垂らしてることに対して。まあ普通に休んでるんじゃない？眠たいとか何も思ってねえみたいな。遊んでる感じではないよね。その通りでございます。おお、ちくわはストレスもなく満足しています。あんだけ舐めてたらね。そうですね。というのがこの機会の見解でございます。ああ、そうですね。まあ今んとこそりゃそうだよね。全部わかる感じだけど皆さんなんとなく察してきてるよね。そうですね。いろんな行動ちょっと取ってみるか。トレーニングモードみたいなのがあるんで。よし、ちくわ遊ぼう。お、来た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 。動くぞ動くぞ。これはどういう状況なんだ？トレーニングじゃん。ほら、ちくわ、ほら。この人が一番安全だ。おい、ちくわ、ちくわ、ちくわ。また俺らなんでこんな無視されてるの？ちくわくんの状況をしっかり。あと見てるよ。見てる見てる見てる。ちくわ、ちくわ、ちくわ。サッカーには気になるか。ほら、ほら。いるよね、そういうなんかワールドカップの時だけ盛り上がるタイプのやつ。今の何がいけないの？今のはね、オフサイドってね、オフサイドって何っていうタイプだろお前。がちくわの素のリアクションですね。そうか。ちょっとアクションで調べてみましょう。今どんな風ですか？今ね、周りの大人が踊ってます。今ちくわ風はどんな状態でしょうか？周りの大人が一生懸命動いております。チェックの項目をクリアすることでちくわのレベルがどうやら上がっていくみたいなんで、ちょっと全員でちくわちゃんのレベルをちょっと上げていこうじゃありませんか。はい、はい、チェック1、じゃれつきは少なくなり落ち着いていますか？はいがいいえです。いいえ、いいえ。もう回答が出てきた。早くじゃれてきたら興奮させすぎないように優しい口調で声をかけ落ち着いて接しましょう。税率アップ怖いね。質問2です。抱っこしてもおとなしくしています。はい、チェック4、サークルトレーニングができていますか？飲み会ってこと？ちょっと、出してみて、乾杯しようかね。いくよ、乾杯乾杯。お姉ちゃん舐めてんな。ダメですよ、サークルトレーニングできてないですよ。多分、サークルより部活の方がいいんだよね。そうでしょ？でこれサークルトレーニングできてない犬へのアドバイス。サークルの寝床部分でかじるものを与えるなどしてサークルにいればいいことがあると教えましょう。サークルにいるといいことあるよ。友達すぐできるから。サークルに入ってきて飲み会来れば大体立ち回りみたいなの分かるから、誰と仲良くしとけばいいとか、まあ、基本的にこいつと話してても時間の無駄だなと思ったら意味ねえやつと話すか、意味があるめちゃめちゃ利口そうなやつだなみたいな、あこいつ絶対儲けるわみたいなやつと話聞いてる。マジで先輩への食いつきがすげえ。何飲む？お飯？ねえ家がはい、そんな中でチェック質問後、周りの環境に慣れていますか？多分慣れてない。はい、復讐の姿勢を取れますか？復讐の姿勢を取れますか？復讐の姿勢を教えてやろう。復讐の姿勢を取るのだ。本当に書いてあったからね、こうやってやばいね。いいか？いくぞ、いくぞ。はい、これ土下座って言うんだよ。はい、復讐しろ俺に。復讐してね。ちくわちくわちくわ、ここだけ切り取ったら謝罪動画になるから。いや、やっぱ犬としての服従を見せない。こっち服従の姿勢分かった？これ、みんなは入んないけどちくわだけ家だね。俺たちが服従しちゃダメなんだ。はい、じゃあこれ家の場合アドバイスがございます。お、どんなアドバイス？ゆったりとした雰囲気を大切にして完全に受け入れるようになるまでこんな場所。お手おお高速技ができた。コンボできるんですよね。じゃあその状況からタッチ。おおすごいいい子だね。すごい癒されたね。でこれまあいろいろ調べてみたんですけど、本編はこのボイスモードだと思うんですよ。まあそうだね。多分だけどそれを置いとくじゃん。ちくわ多分俺らが全員出てくと泣くと思うんだよね。ちょっとやってみますか。はい、これね。じゃあ俺ら出てってみるか。遊んでる。よしよし。でちょっと外出てってみようか。もしかしたら何か言うかもしれないから、ちょっとみんなで出てみましょうか。じゃあまず最後に出ようか。あやったよしよしよし。じゃあ待て待て。じゃあ違うバイ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 。めちゃくちゃ元気になった。うわ、よかったね。嬉しい。ああ、嬉しい、嬉しい。今、ちくわの音声、録音できたんですけど、解析が完了しました。おおね、すげえ。すごいよ、これ。気になる。ちくわの解析結果。はい。すごく感じ悪いぞ。んな。そうだな。ごめんな。ごめんな、感じ悪いな。めったに吠えないの、ワンが。まさかこれとはね。すごく感じ悪いぞー。ワンワンっつって。じゃあまあこのモードで多分最後なんですけど、チクちゃんなかなか吠えないんで、我々が犬に犬語で話せれば多分会話が成立すると思うんで、ちょっとチクワンに成立するワンを我々なりにやっていこう。じゃあおはようをね、犬語で伝えようと思います。チクワンと会話できるかね。そうだね。お願いします。ワン。受信した。おお、来た。来ました。俺のおはようは。やだよ。あっち行って。本物は見せてやりますよ。何伝える？そうだな。ちくわは可愛いねって伝えようかな。可愛いね。可愛いね。以後それ言えば可愛いねが伝わる。そうだよね。お、一発。すげえ。おお。解析しております。ほら、どんなもんよ。ほら、元気の今のワン。お。すごく感じ悪いぞ。俺はなかった。いやいや、そんなこと思ってないよな。すごい目で見てるよ。俺が本物のワンを見せて。いや、頼む頼む頼むよ。いきます。うん。受信しました。おお。今ね、いい子だねって伝えたんでしょ。そうだね。俺のワンはいい子だね。ちょっと反応して。反応してたよね。解析出ました。なんだか悲しいな。まだすっごいネガティブじゃなくしちゃうのね。じゃあちょっと見たのが大丈夫っていう。そうだね。心配してたのかっていう顔はしてたよ。任せろ。シェル頼むよ。俺ね、分かったんだ。高すぎるともう悲しいクーンに近い音になるから感情もちょっとブルーなんですよね。で、口の中に空気をためて低めの「にすると怒ってる感じになっちゃう。その中間「でもなく「でもないから「ここだな。なるほど。おお。いくよ。早い。受信中。もう見たよ。うまかったんじゃん、今の。今のは、俺は、ちくわ元気だねって言ってます。こんな回答出るんだね、すごい。シルクのは、プリプリ赤べ。プリプリバカにしてんじゃん。本当だよ、こっちは。本当やなんだよ、ほら。ほら。すごくないこれ。ブイブイ圧巻べ。お前何言ってんだよみたいな。俺すげえバカだと思われてる。回答幅広いですね。面白いね。まあ飼い主が。飼い主おるから。気持ち伝えてよ。流してくださいよ。何を伝えて？飼い主だからこそ愛してるよ。ああ。いやなんかほっこりするわ。素晴らしい。じゃあ行くよ。え、何が？回答、本当は仲良くしたいのに。ああ、まあ。そっか、まあしつけもしてね、怒ってるってイメージあるかもしれないけど、そういうことじゃないんだよっていうね。君のためにやってるんだよっていう。本当は仲良くしたい。深い。まあ愛してるように近い。近いね。みんなでさ、せーのアデューみたいな感じで。ああ、確かに。かよならとかまたねって出たらオッケーだよね。すごい一発だよ。君は強い、僕は強いよ。そんなきたウキウキマンボウ。ウキウキマンボウ。俺さ、日本語すらほぼ出てこないな。インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので各自確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。